こんにちは。こんにちは、小島春菜です。どうも。今ですね、今ハーリップ2の撮影をしてます。撮影中で、ちょっと終わったんだけど、今スタッフの子たちが全部急いで片付けちゃって、なんかちらっと新しいアイテムを見せようかなと思ったんですけど、スタッフの子たちが全部片付けちゃって今これしかなくて、これはコート1個だけ見せれるのでライブします。こんな感じ、こんな感じのコートができました。ちょっとまだこれファーストサンプルで、もうちょっと修正して長さとかも変わったりするんですけど、今こういうのできました。こんな感じ、どうですか。ここをちょっと長めにしたの。こんな感じ。こんにちは。で、これがベルト、もベルトも取っても着れるんですけど、それでね、これリバーシブルで着れるんですよ。ちょっと待ってね。お花とかも全部もう撤収しちゃったんですよね。ちょっと待ってね。ネットケットもしまって、こんな感じでふわふわでも着れます。これだと。リバーシブルでも出ます、うん、これベルトがこのワントーンでベージュにしました。こんな感じのとっても使いやすいコート、1個だけ。これも裾も袖か、袖もこっちにもできるんだけど、こういう感じです。これをもう少しで発売します。これしかなくてごめんなさい。またどっかで、いつもね、事務所がもうただの事務所って感じだから配信できないんですけど、今日は撮影なので控え室で配信しました。じゃあまたお知らせします。バイバーイ。ライブを終了する。